ショッピングモール外観アネックス外観地図エルミ、コーノスは埼玉県コーノス市に所在する再開発ビルである。また、そのビルの保留床取得法人を株式会社、エルミコーノスという。コーノス駅東口周辺の再開発における中核といえるビル。体制建設が施行している。A1 外区、A2 外区に分けて開発した。a 一外区のビルは、 2007年10月25日にプレオープン、同年10月27日に本開業した。A1 外区のビルはコーノス駅と隣接しており、2階でコーノス駅コンコース、1階はビルと一緒に再開発によって整備された駅ロータリーに直結しており、駅ビルに近い性質を持つ。A2 外区のビル、エルミコーノスアネックスは2008年5月23日、 開業した。シネマコンプレックスの出展を予定していた、ワーナー・マイカル・シネマズが撤退したため、シネマコンプレックスは開業予定を、同年9月に延期したが、シネマコンプレックス出展交渉を担当していた、ゼファーが、同年7月に民事再生手続きを開始、出展交渉は別の会社に引き継がれ、2009年7月15日に、シネマックス・コーノスとして開業した。 しかし、2011年3月11日に発生した、東北地方太平洋沖地震の影響で休止となり、同年12月15日に閉館した。映画館は、その後コーノス氏によって取得され、東映系のシネコン会社ティジョイへ運営を委託する、形で合意。公設民営の形で2013年7月5日に、日本初の市民ホール融合型シネマコンプレックス、コーノス、 シネマとして再開された。1号館2号館 A1 から2ビルの商業エリアに設置された商業施設である。稲毛屋の新業態店舗ブルーミングブルーミーの2号店を各店舗として75のテナントが入居する。近接する熊谷市で日東モールを運営していた日東都市開発が管理運営する予定で計画やテナント探しを行っていたが、 日東都市開発は、開業を目前に控えた2007年10月1日を、もって三菱商事都市開発に吸収合併されたため、同社が引き継いで運営を開始した。詳細な日付は不明だが、2016年より、三菱商事都市開発から売却され、軍勢系の軍勢開発による運営となっている。なお、同時期に日東モールは、丸紅系に売却されており、 関係性がなくなった。施設内では、イベントも多く開催されている。2018年に開催される予定だった、夏休み特別企画。自衛隊と警察ふれあいフェスタ2018は、日本共産党と、その関連組織新日本夫人の会などが、商業施設で、子供たちに、迷彩服を試着させるのは、違和感があるなどとして抗議し、中止に追い込まれた。 出店テナント全店の一覧、詳細は公式サイト、フロアガイドを参照。1回2回3回、日本初の市民ホール融合型シネコン誕生。シネマトゥデー。http コロンスラッシュスラッシュ www.cinematoday.jp p ラッシュページスラッシュ n 0 5 4 2 6 7 2 0 1 3年7月7日閲覧。宮本高安。 公設民営で、シネコンウニエコーの寿司、唯一の映画館来火復活。東京新聞。オリジナルの2012年10月20日時点における、アーカイブ。 h t t p s m e g a l o d o n j p 2 0 1 2 1 0 2 0 2 1 1 8 4 3 w w w t o k y o n p c o j p a r t i c l e 埼玉 i t a m a 2 0 1 2 1 0 1 3 c k 2 0 1 2 1 0 1 3 0 2 0 0 0 1 1 3 h t m l 2 0 1 2年10月21日閲覧 ab, 7月再オープンの映画館の名称、コーノス、シネマに決まる、コーノス。埼玉新聞。http://www.saita-ma-np.co.jp://news05//01/05/.html2013 年6月14日閲覧ありがとうございます。